国境を越えて家族の縁がつながりました。アメリカ在住のクリス・森本さんは、およそ100年前に渡米した祖父のルーツである南薩摩市坊津町の親族と2年前に対面し、このほどオンラインで再会を果たしました。日米の親族をつないだのは周囲の善意でした。Now we are going to start this event, the Kamachi Family Reunion. Congratulations for reunion. Thank you for coming. 南薩摩市坊津町の親族と画面越しに再会を果たしたのは、アメリカカリフォルニア州在住のクリス森本さんです。クリスさんが初めて親族と対面したのは2年前。鹿児島出身の祖父、蒲地作治さんの詳しい出生地が判明したことがきっかけでした。これは探すのが私の使命だろうというふうにちょっと思ったので、はい、もうすぐに周りの人に、はい、協力を求めました。通訳案内士の堀切美希子さんは仕事を通じて、鹿児島観光を計画していたクリスさんの夫、ロジャーさんと知り合い、相談を受けました。妻の祖父のルーツを探したい。手がかりは、作治さんの故郷を写したという数枚の古い写真。堀切さんは知人と共にルーツ探しに協力し、写真に坊津の有名な奇岩、双剣石が写っていたことから、場所を特定しました。出生地が明らかになったことで、そこに親族がいることも分かり、クリスさんは作治さんの甥の妻、蒲地明恵さんらと対面しました。ご先祖様が引き合わせてくださった子孫、アメリカの子孫と日本の子孫ということなんだろうなというふうに思って、すごく嬉しく感じました。クリスさんは再訪を願っていましたが、新型コロナで断念。代わりに当時ルーツ探しに協力したメンバーと南薩摩市がオンラインで日米の親族をつなぐイベントを企画しました。2年前にお会いして初めてお会いしたんでしたけど、その後も変わりないかなって、もっと前よりも深いお話ができるんじゃないかなと思っています。昭恵さんの自宅には娘や孫、作治さんの姪の宮原千代子さんらが集まりました。千代子さんがクリスさんと対面するのは今回が初めてです。叔父の作治さんとはアメリカへ渡ってからも交流があり、帰国した際は家族で佐多岬へ出かけたといいます。終戦も何もなかったでしょう。お菓子とか飴玉とかね、ああいうのがたくさん送ってくれた。3ヶ月に1回ぐらい。あ、すごい頻度で、おじさんね、よくしてくれよったの。手紙だけではね、そうね、わからないからね。だけどこんな、ね、テレビで会えるなんて、イベントにはクリスさんの夫ロジャーさんや息子たちも参加しました。画面越しに2年ぶりの再会を果たし、自己紹介を兼ねて近況を報告し合いました。イベントには地元のボランティアガイド団体のメンバーも参加し、別の会場から歌でクリスさんらを歓迎しました。そして千代子さんが用意した写真を見ながら、親族同士の縁をつなぐきっかけとなった作治さんの思い出話に花を咲かせました。 So this picture was taken when the Sakuji came back to Kagoshima. Lady?Is Chiyoko, and the gentleman standing next to her is その後、先祖が眠る納骨堂に移動し、共に手を合わせました。Of course, would love to be there in person, but
this was just such a wonderful idea.おじさんの顔が浮かんできました。本当に楽しかったです。2年ぶりにお会いできて嬉しかったです。おかげさまでこういう機会を作っていただいて、クリスさんともお会いができました。ありがとうございました。昭恵さんは周囲の善意でつながったこの縁を次の世代につなげたいと話します。これから孫たちが羽ばたいていってもらって、クリスさんのところのお子さんたちと交流ができたらいいかなと思っています。このつながりって多分他ではあんまりこうないことだと思うので、このつながりを大切にして、こうコロナが収束した後とかにまたアメリカの方に私も行きたいなって思ってるので、今度はこうオフラインで交流したいなと思います。日本の家族の方はこんなつながりがあったなんてびっくりしたでしょうね。そうですね。しかもそれが1枚の写真から分かったということで、本当に周囲の皆さんの協力のおかげだというふうに話していました。そしてこのオンラインでの対面後、お孫さんはもうクリスさんの方にメールを送ったということで、しっかり次の世代にバトンが渡っているようです。